選挙から設置された。1947年から1990年まで定数は5。1993年は定数4。現在は熊本2区、熊本3区、熊本4区に分かれている。1986年の選挙では、その田忠の後継争いを未亡人のその田天皇皇と自家の前妻の子である、その田博之が、 骨肉の争いを演じた。1990年の選挙では8,578票で惨敗した、矢上正義が1993年の選挙では、日本新党などに吹いた新党ブームにより11万票、余りを獲得しトップ当選を果たした。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、54万9132人、投票率78.94%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、 547,587人、投票率 83.、83.88%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、547,958人、投票率 81.、81.56%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、 54万5536人、投票率76.76% 76第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、53万6601人、投票率81.71%第十五回衆議院議員総選挙十月七日、執行当日有権者数、十三万百二十五人 投票率 82.、82.24%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数、52万1973人。投票率 83.、83.08%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、50万9771人。投票率、 82.36%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、51万4490人、投票率 70.、70.65%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、496。101人投票率 76.、76.16%、 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、50万5790人、投票率 76.、76.84%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、51万8215人、投票率 74.、74.50%第28回衆議院議員、 総選挙5月22日執行当日有権者数51万1198人投票率82.73%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数49万6697人投票率77.63% 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、48万9003人、投票率 76.、76.04%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、50万4910人、投票率 77.、77.75%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数47万1752人、投票率76.32%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数48万7518人、投票率68.51%。ありがとうございます。